皆様、改めましてこんにちは。ただいまからサッカーナプロジェクト第6弾第7弾企画 ANA チーム羽田オーケストラクリスマスコンサートツアー in 佐賀を開催いたします。私は本日司会を務めさせていただきます佐賀県観光課の古川と申します。実は私 ANA の客室乗務員をしておりますが、佐賀県と ANA の人事交流で今年4月から佐賀県職員として勤務させていただいております。どうぞよろしくお願いいたします。それでは開会にあたりまして、佐賀県知事山口義則からご挨拶させていただきます。皆さんこんにちは。佐賀県知事の山口義則です。今日はもう毎日毎日コロナとの取り組みの真っ最中で、今日は17件かな、この検査の結果が出て今のところゼロですけれども、こういうことを10ヶ月ずっと毎日毎日やり続けておりますけれども、本当まずもって今日は ANA チーム羽田オーケストラの皆さん方、ようこそいらっしゃいました。心から歓迎申し上げたいと思います。もうコロナ対策、一番のコロナ対策は私はエールを送り合うことだ、エールを送ることだ、お互いに感謝することだというふうに固く信じています。そうした中で22年前、有明佐賀空港ができたばっかりの時に、大丈夫かなって、佐賀空港、生まれたばっかりの佐賀空港大丈夫かなってみんな思ってた時に、まだ東京便は2便しかなかった。ずっとずっと全日空さんは佐賀の空を飛び続けて、そして佐賀県民の夢を持ち続けて空港を大切にしてくださいました。そうした中で今新型コロナウイルス、みんな本当に苦しい状況にあって、佐賀県民もそれぞれの立場で辛い状況であります。そして我々のかけがえのないパートナーであります全日空さんも厳しい状況になっています。先ほどの古川さんもそうですけれども、古川さんの前の代からもう人事交流をずっとしておりまして、それだけ絆は深かったんですけれども、佐賀県職員みんなで集まってどうやってエールを送ろうか、僕らがどんなに全日空のことを大事に思っているのかということをどう伝えようかということで、いっぱいいっぱい頭を使ってこのサッガーナ、佐賀と ANA とサッガーナプロジェクトというのが生まれて、いろんな工夫をして、マスクもそうですけれども、羽田空港に励ましのメッセージを送ったりもそうですし、プロジェクションマッピングに全日空機飛ばしたりとか、あとは非常に全日空の皆さん方がとこう我々の交流をもっと太くしようという人事交流だとかですね、いろんな形で、全日空さんとこれからまたパートナーシップをしっかり結んでいきたいなと思っております。そうした中で、今日は全日空さんの方からこのクリスマスに向けて、この逆にこっちにエールを送っていただけるということで今日の話になりました。本当にお互いの気持ちがこうやって通じ合うっていうのはとっても嬉しいなと思います。佐賀県は今ステージ1です。まだもうみんなの力でコロナを封じ込めようということで全力で努力をしています。福岡県の隣にこれだけ人の交流のある中で、ずっと一桁に抑え込んでやっています。それは今日もそうですけれども、どなたか陽性の方がおられますと、その後々を徹底的に抑え込む。この前ある病院に出た時は860人検査を何度も何度もかけてそこで抑え込もうというような努力をしておりますし、全員の皆さん方に佐賀県は病院かホテルに入っていただいておりますので、いわゆる自宅におられる方は一人も今までおりません。そういったことで徹底的にまずコロナを広げないことが最大の対策という固い信念で、強い信念で
これからもやっていきたいと思っております。まあ、そうした中でぜひこの全日空さんとの交流というものはこれからも続けていきたいと思いますし、今日はコスメの皆さん方もエールを送るというお話も聞いておりますので、そして明日は佐賀城の本丸でこのオーケストラの皆さん方、医療従事者の皆さんとかそのご家族に当ててもですね、また披露していただけるということでありますので、本当にありがたいなというふうに思っています。結びになりますけれども、今佐賀県の中いろんな皆さん方が苦しんでおります。そしてそれを支えるために医療従事者の皆さん方、関係の介護の皆さん方だとか、保育の皆さん方、いろんな皆さん方苦労されています。そういう皆さん方にまた素晴らしい、なんとかクリスマス正月が迎えられるように心から祈念して、そして全日空の皆さん方がこれからも佐賀の空を飛び続け、そして我々との友情がずっと続くように、そういうことをお祈りしながら私からのご挨拶をさせていただきます。皆さん今日はご来場いただきました、本当にありがとうございました。山口知事ありがとうございました。さて本日は佐賀県が推進しているコスメティック構想に取り組んでいただいている県内のコスメ関係事業者の皆様にもご来場いただいております。演奏に先立ちまして、サッカーナプロジェクト第6弾企画としまして、佐賀県内で化粧品などコスメに取り組む事業者様から ANA の皆様へのコスメ商品の贈呈式を行います。コスメ事業者の皆様からは ANA を応援したいとの思いでたくさんの商品が提供されました。ご提供いただきました事業者様をご紹介いたします。紹介された事業者様はご起立願います。佐賀市株式会社アルビータ様、コスメティックインアイミ様、唐津市農業生産法人グレースファーム様、株式会社バーズプランニング様、松浦通運株式会社様、陽子ジャパン株式会社様、ルーナ様、武雄市ヘチマヤ群生社様、木山町株式会社木山ファーム様、以上の9社様です。大変ありがとうございました。ご提供いただきました商品は広報の資料で紹介しておりますので後ほどご覧ください。本日は代表で株式会社バーズプランニングの代表取締役松尾明子様から ANA の代表者へ商品の贈呈を行います。それでは松尾様、マイクの方へお願いいたします。紹介いただきました株式会社バーズプランニングの松尾明子と申します。私は、佐賀県の最北端にあります加唐島という島の地域資源である椿油を使って、コスメ展開を行っています。今日ここにあるすべてのコスメ商品もまた、佐賀県産の原料を使って、皆さんの支え、佐賀県の支えがあって成り立っています。また今日このような機会をいただき、皆さんの支えになれることを大変嬉しく思っています。コロナに負けず一つになって、オールサガ、チームサガで乗り越えていきましょう。ありがとうございました。ありがとうございます。続きまして商品の贈呈に移ります。 ANA 代表者の方は前へお願いいたします。
松尾様、桜井様、沼沢様、ありがとうございました。それではここで記念撮影に移ります。 ANA の皆様、コスメ事業所の皆様、山口知事はスタッフがご案内しますので所定の位置へご移動をお願いいたします。写真撮影をご希望の皆様は中央へお願いいたします。それではどうぞ。
皆様こんにちは。 ANA チーム羽田オーケストラと申します。今朝方羽田からやってまいりました。ありがとうございますありがとうございます。本当にここに立つことができて嬉しく思っております。先ほど冒頭のご挨拶で知事からもありました通り、様変わりしてしまった、この一言がぴったりくる2020年だったと思います。私たちは普段はそれぞれ別の場所で、パイロットでしたりキャビンアテンダントでしたり、それぞれの場所で働いている ANA グループ社員です。今年に入ってからこの活動、なかなか演奏する機会も設けることすらできない中、サッガーナプロジェクト第7弾、皆様へのお礼の気持ちを込めたこの演奏の機会いただけまして本当に嬉しく思っております。今日はクリスマスコンサートですので、クリスマスソングを何曲かお届けしたいと思います。どうか皆様の心にほんのりと温かいクリスマスがやってきますように、どうぞお楽しみください。ありがとうございます。ウィンターワンダーランドをお届けいたしました。外の雨も止んできたようですね。このままいい空が見えるといいのですが、ここまでクリスマスソングをお届けしてまいりました。我々本業は音楽家ではございませんので本当に社員なんです。疑ってはないですかね。なんでお聞き苦しい点がないか本当に心配しながら今演奏しておりますが、ここまで大丈夫でしょうか。
ありがとうございます。ありがとうございます。こういうのはね、拍手の強要とか、まあ、そんな風に言ったりしますが、それでも嬉しいものです。はい、世の中お世辞は大事ですね。はい、続いての曲、少し気持ちを切り替えまして、まあ、今年はこんな年でしたけれども、来年はきっといい年になることを信じられるようなエネルギーを演奏に込めてお届けしたいと思います。私たちですね、ちゃんと毎日体温を測っております。私たち本日は平熱でございますが、これから演奏するのは情熱大陸。どうぞお聴きください。まずはグランドスタッフのピアノから。本日ドラムパイロット、次は誰かな、はい、エレキベースキャプテン、ウォー、はい、トランペットキャビンアテンダント、もう一人のトランペットはサラリーマン、そしてトロンボーンはサラリーウーマン、そしてフルートグランドスタッフ、アルトサックステナーサックスはキャビンアテンダント、そして最後は何でもやりますサラリーマン。
ありがとうございます。平熱大陸をお届けいたしました。あ、笑ってくださってありがとうございます。ここ笑うところだったんですよありがとうございます。さて、残すところ少なくなってまいりました。まあ、2020年さまざまな巣ごもり需要、まあ、そういったものもありました。私バイオリンもやっておりますが、よく漫画も読みます。非常に流行った漫画、アニメにもなって映画にもなりましたね。はい、もうお分かりでしょうか。それではオーケストラのメンバーへ業務連絡、セットあのマスク。はい、時代は少し遡りまして大正時代、はい、我々次の一曲、全集中で、あれ笑ってくれないの全集中、阿吽の呼吸で、グレンゲ鬼滅の刃テーマソングお届けいたします。どうぞお楽しみください。
ありがとうございます、ね、ご存知の方は全集中常駐というのは非常に大変だということをご存知だと思います。笑ってくださった方はきっと漫画をご覧になってるんでしょう、はい。ここまで少しでもお楽しみいただけていることを期待しております。ありがとうございます。次の曲が、本日ご用意しております最後の曲となります。 ANA 全日空の飛行機の中で流れておりますアナザースカイをお届けしてお別れしたいと思います。もう一つの空、そんなふうにも訳されます。毎年クリスマスの時期に我々演奏させていただく機会が羽田空港を中心にございました。いつも来年もまたいい空が広がりますようにとお伝えしながら演奏しております。本日は2020年もっと特別な気持ちを込めてお届けしたいと思います。我々 ANA グループニュースでお騒がせしている通り冗談が言えないぐらい非常に大変です。本当に苦しい時にこうやって寄り添ってくださる皆様は本当の友だと思っております。その感謝の気持ちと我々の心の翼はまだ折れていないということをしっかりと皆様にお伝えするべく言葉では語り尽くせないこの思いを最後のアナザースカイに込めて演奏いたします。本日はこのような中お集まりくださって本当にありがとうございます。どうか来年も ANA グループをそして佐賀県みんなで明るくいい空を目指しましょう。本当にありがとうございました。
ありがとうございました。山口知事、よろしければ一言感想を頂戴できますでしょうか。蔡さん、皆さんアンコールっていうなんかあったよね、それは。お願いします、ぜひ。山口知事、ありがとうございます。アンコールのお願いが出ましたが、よろしいでしょうか。お願いします。マスクが変ですけれども、アンコールのご用意はございます。2020年何があったのかなといろいろ調べてみました。私たちどこかを訪ねますと、その土地に何かゆかりがあったり、この何か韻を踏んでたりですね、そういった曲をやりたいなと常々、親父なりの意地でギャグとかですね、そういうのもやってまいりました。サーガ、はい、物語という言葉ですね。30周年だそうです。ゲームロマンシングサーガ、今年が30周年だったということで、アンコールにこの曲しかないだろうということで、最後の曲ゲーム音楽明るく終わりたいと思います。本当に本日はありがとうございました。ありがとうございました。